夜間とアイドル。さあ、そして3つ目。はい。おじさまも大好き。8時だよね、一周後という。はい。本当に私大好きなんですよ。多分、見てない回はないぐらい、もう同じ回を何回も3回ぐらい全部見てるんで。おすすめのコントとかっていうのは、もうね、いっぱいあるんですけど、まずお家、すごいセットが本当にすごくて、はいはい、お家一軒家使って、私はコントすごく好きなんですけど、その中でも志村けんさんが探偵役で出てて、でなんかお化けが出るっていう噂の屋敷に行って、志村けんさんの前ではお化けめっちゃ出るのに、他の人来たら出なくて、なんでだよってなる回があるんですけど、もうそれは本当に大好きですね。いや、語れるね。これはお化けのね、はい、出る回と、はい、なるほど。他にはどんな、あとは何でしょう、結構ずっとやってるんですけど、そのなんだ、いかりや長介さんがお母さん役で、はい、他の4人が子供として出てるコントが何か何個かあるんですけど、がやっぱ面白いですね。オスでしたっけ、なんだっけ、最初にいかりや長介さん、いかりやのオスですよ。オス、もう私のテレビの前でもうオスってやってました。あー、ちょっとね、お話をいろいろ聞きに行くとか見たいですね。これだけ若いのにって、やりたいですね。あとずっとやりたいなって思ってるのが、そのお家での大きいセットを使ったコントをエビチのメンバーで、すごい大変だと思うんですけど、ちょっとやってみたいなっていう気持ちはあります。いやいやいや、いいですよ。エビチをコントグループにしたいと。やってみたい。その時はね、はい、いいじゃないですか、ライブで。はい、ちょっとコントだけのその回、ライブがあったりしても面白いのかなって。これ私のすごいね、私がやりたいだけなんですけど。いやいや、今年一番共感した未来、いいですね。ちなみにいかりやさん役は誰が、真山りかちゃんとかですかね、やっぱり。真山か。最年少、一番まとめ役としてもいつも やってもらってるので。まあ他からも、はい、ちょっと煙たがられる役っていう、それいかりやさんに合わせてですからね、はい、なかなか今言いづらい顔をしましたからね。何を言ってるんだみたいな。真山、いかりや、はい、いかりや論、はい。じゃあかのみさんはどうします、自分は。私ですか。私は、誰だろう。志村けんさんの役とか、もう本当に一番ボケをやる役だと思うんですけど。まあ、人数いっぱいいますからね。そうですね。でも、もういいですよ。ちなみに、はい、高木ブーさんの役は結構、そのすごい率先してボケってわけではないけど、ちょっと面白い、たまに面白いことを言う役だと思うので、桜木ココナとか、たまにすごい変なことを言うので、あの子もおっていうぐらい変なことを言うので、ちょっとやってもらいたいですね。いや、ぜひちょっとそれは見たいですね。やりたい。いや、いいかもしれないですね、はい、あれぐらいのセットを組んでね、はい、ぜひぜひコントライブをやっていただきたいなと思うんですが、はい、今度は8時だよ全員集合みたいなコントやらせてください。この番組はともきさん、モンタッチさん、ニックネームなしさん、ちあきさん、ジャイさんの提供でお送りしました。ありがとうございました。